担当庁は、かつて、兵庫県の北東部、伊豆市郡に存在した町。2005年4月1日、豊岡市及び、木の崎郡木の崎町、竹野町、日高町、伊豆市郡伊豆市町と合併し、新しい豊岡市となったため、廃止された。町の花と、木は1976年9月30日に、制定されている。 兵庫県の田島地域に位置し、ほぼ正方形の町域をなしながら県全体の形状の中で、京都方面に突起しているのが特徴である。おおむね正方以外は、京都府に接しているが、どれも峠越えが必要で、丹波及び丹後地域との経済的、文化的交流を困難なものとしてきた。人口は2000年現在で5731人で、あり、 面積は161.96平方キロメートルであった。周囲は山に囲まれ、東西に、縁山川支流の大田川、南西に、同じく縁山川支流の伊豆市川が、町の中心部を流れており、それら側に沿って42の集落が散在している。また、山林、原野の総面積に占める割合は87.6%、高地の占める割合は、 わずか4.7%であり、農林水産省が定義する農業、地域類型区分に従うと、典型的な参観農業地域となっている。戦前から、養蚕、畜牛、生産業が、農業における地性的不利や収入面を補う、ためさんであった。しかし戦後は変わって、ピーマンや、キュウリなどの野菜栽培、チューリップ球根の生産やブロイラーの飼育が、 成長している。また担当庁は単語チリメンで有名な産地である。生産業などがエネルギー革命期に衰退した一方で、チリメン企業は公共を迎えることになり、生産業、養蚕、畜牛をやめて企業へと転業する農家も多くなった。これにより、旧市母村で盛んであった企業は担当庁全域に広がることになり、 一時弱年層の U ターン現象が見られた。しかし企業は1970年代半頃をピークに衰退することになり、1977年に2209台あった食器台数は、1999年には333台と大幅に生産が縮小している。このような地理的、経済的不利から脱するために、担当庁は農業を生かした都市との、 交流事業によって街全体の活性化を図ろうとした。その行動計画として1983年に担当シルクロード計画、そして1989年に担当シルクピア計画が策定された。担当庁国際交流協会、モンゴルと国際交流を行っている。現在はいずれも都岡市私立となっている。町内を走る鉄道路線はない。 鉄道を利用する場合の最寄り駅は JR 西日本山陰本線高原駅。田島地方でも有数のぬるぬる温泉として京阪神で名を知られていて土日祝日は多くの来遊者がいた。ありがとうございます。